システム艦が搭載する各システムとオーダループの関連を表すシェーマ。システム艦とは c 4 i システムを中核としたシステムオブシステムズとして軍艦を統合、構築する手法。また、その手法に基づいてシステム構築された軍艦。システム艦の衝動者、ウェイン・イーマイヤーアメリカ海軍が生んだ最高の戦闘システムエンジニアと称される。 ウェイン・イー・マイヤーはシステム間装備の戦闘システムについて下記のように定義している。などが緊密に連接された。総合体マイヤーはこのシステム構築によりデジタル化時代の間はアナログ時代の間とは本質的に異なるものとなるであろうことを指摘した。最初期のシステム間カリフォルニアサイバネティックスの語源がギリシャ語でダッシュを意味する単語にあることに象徴されるように 従来より船はシステムとして開発されてきた。しかし、航空脅威の出現及び各種センサー類の発達とともに、環境での統制は困難となり、1940年代より武器システムの統制権限は戦闘指揮所に委任されるようになった。また、従来の間において採用されてきたアナログコンピュータにおいては演算内容の柔軟性や、 絶対的な性能における制約ゆえに C4i システムを高線級より上位の海底にまで拡大することは困難であり必然的に戦闘システムを構成する蒸気の各サブシステム間でのシステム統合は極めて不十分な状況にあったこれに対し絶対的な性能及び汎用性に優れるデジタルコンピュータを導入することにより C4i システムを 戦術級以上に拡張し、これを中核として、核、サブシステムを緊密に連接したシステムオブシステムズとしてシステム構築を行うことが可能となったのである。1958年より、アメリカ海軍はシステム艦に装備する統合戦闘システムとして、タイフォンシステムの開発を開始した。しかしこの計画は極めて野心的なものであり、実現には、 時間がかかることが予想されたことから、同時に、全身的なシステム間の開発、配備も進められることとなった。まず、艦隊における、戦術級。また、これと、並行して、アナログコンピュータを使用してきた、既存の光線級、C4i システムのデジタル化が進められ、これによって開発された、武器完成システムマーク、11は1964年より、配備を開始した。 新旧システム艦の比較オリバーハザードペリー級ミサイルフリーゲートのシステム構成センサー C4I 武器の各システムが独立して構築されており標準的な70年代型システム艦であるイージス艦のシステム構成センサー C4I 武器システムがイージスシステムとして統合されておりシステム艦構築のブレイクスルーとされている一方 統合戦闘システムの本命であったタイフォンシステムの開発は要求性能の高さに対する技術水準の低さ統合システムの開発への経験不足によって極めて難航し1962年には実質的に打ち切られることとなったこれを受けて1963年アメリカ海軍は先進水上ミサイルシステム計画を開始するとともに1965年には 既存のデジタル化、サブシステムを連接することによって、システム間構築を目指して、ターター d システムの開発が開始された。ターター d システムの開発は予想より難航したものの、1974年よりカリフォルニア急原視力ミサイル寿命館に搭載されて運用を開始した。また同システムは西側諸国にも輸出され、 海上自衛隊においては立ち風型護衛艦に搭載されて1976年より収益を開始した。これは海事発のシステム艦でもあった。大ンシステムのコンセプトを引き継いで開始された先進水上ミサイルシステム計画は官民合同でのコンセプト作成を経て1969年には上記のウェインマイヤー大佐の指揮下にイージス計画と解消。 1975年より、養生試験を開始した。そして、イージスシステムを中核としたシステム間構築を目指し、少々に昇進していたウェイン・マイヤーを、プロジェクトマネージャーとして、イージス計画の全事業統括組織として、PMS-400 が編成された。マイヤーは、先行して収益したシステム間であるターター、D システム搭載間などの開発プロセスを検討し、 武器サイドの開発が先行し、戦隊サイドとの対話開始が遅れていることに問題があり、この状況が続く限り、システム艦としてのポテンシャルを従前に発揮しうる、システム開発は実現し得ないと結論付けた。この教訓に基づき、イージス計画においては、艦の設計段階より、システムインテグレーターとしての PMS-400 を頂点として、戦闘システムを開発する。 RCA 社、船体を開発するインガルス造船所との間で対話が重ねられ、マイヤーの強力なリーダーシップによって円滑な意思疎通が実現された。これにより、イージュスシステムの初配備となったタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は理想的システム艦であるイージュス艦として完成されることとなった。イージュスシステムは当初、従来の戦闘システムと同様、 戦術情報処理装置を中核とした集中処理構造を採用していた。しかし2005年より収益したベースライン7において分散コンピューティング構造に移行した。また、アメリカ海軍においては同様の分散構造を採用した艦艇自衛システムにより水上戦闘艦以外の戦闘艦においてもシステム艦としての構築が行われている。ありがとうございます。